皆様こんにちは、杉でございます。小木でございます。本当にね、いろんな方からのコメントを頂戴していてですね、また今日もその中のコメントから一つ採用させていただこうと思います。今日はタケノコでございますね。タケノコの料理をっていう風な形で、今回コメントいただいたので、まあ僕ね、どういう風なタケノコを選んでるかとか、そのお料理に合わせてね、タケノコって実はね、種類変えるのよ。知ってる？分からない。分からない、はい、煮たり焼いたり揚げたり蒸したりとかっていろんな調理法できるでしょ、タケノコって。で、例えばお刺身で召し上がるタケノコと煮て美味しいタケノコとか別物なんだ。これ僕がね、買い付けちゃんとイメージして、いつも分けてるんですけど、まあちょっとそのあたりの話はね、今日はね、炊き込み、タケノコはね、もう炊き込みご飯が僕が一番好きなので、炊き込みご飯作ってきます。タケノコと炊き込みご飯ですね。戻し方とかはね、これをまず火にかけないと始まらないので、火にかけてる最中にいろいろとちょっと お話をさせていただければなと思っております。はい、それではですね、実際にタケノコを作ってまいります。これね、ポイント、まずタケノコの戻し方とかっていうのはね、この後ちょっと説明するので、まずタケノコを炊いた、含ませた状態のものを今用意しています。お出汁はですね、タケノコの含ませた出汁はかつお出汁14杯、14杯というのは例えば、これ一応これ14杯入れて、だしを14杯入れて、で、薄口醤油とみりんが1杯1杯、同じレベルで、なんて言ったら分かりやすいか、14杯入れて、薄口とみりんも11杯ずつ入れる、14杯の1杯1杯っていうお出汁です。で、たけのこのたけのこ切っていきますね。ポロッとね、あった方がおいしいんで、で、この中に投入していきます。今日は今1合炊いてます。1合のご飯って炊き上がりが大体 330g ぐらいなので、たけのこを入れて 350g ぐらいになるのかな。先っぽはやっぱりどうしても柔らかいので、この下の方ですね、で、ご飯が1合かかっているので、たけのこを炊いたお出汁ですね、これを使ってやっていきます。はい、でこれも吸水させているご飯で、少しちょっと1合1石ぐらい入ってます。で、この状態で、炊いていきますね。もしね、油分が、欲しい方とかはちょっとここに薄揚げ、などを入れていただいて、炊いていただくとすごく油分が入って、それはそれで美味しいと。今日はね、このタケノコだけでいきますね。この面白くないですか、このこれ僕の石器で使ってるんですけども、地層でも使ってるかな、矢野先生ってね、東京医療センター前ぐらいに、ね、方に宝生さんで作ってもらったんです。このドラマは世界に1個しかありません。僕の店しかありません。欲しいと思った方ぜひ来てください。じゃ、火つけます。で、これ炊き込みご飯は何でも一緒なんですけれども、中に入る具材によって多少その、水分量が変わります。例えば、牡蠣の土鍋の牡蠣の炊き込みご飯とかする場合は、牡蠣はやっぱすごいね、素材の水分量が強いので、だしの量をコントロールしちゃうと本当ビチャビチャになってしまうんですね。だからその素材から出てくる水分を逆算して、お米の配数ですね、だしの配数を考えていってみます。今日はね、タケノコはね、そんなもう炊いてやってるものなので、そんなに変わらないので、普通に一合一石で今かけました。これ今強火でかけていって、で沸騰するんですね。沸騰したら弱火にして、内蓋と外蓋変えて、弱火で12分沸いてから、沸騰してから弱火にして、そこから12分で、12分経ったら火を止めて、大体6分から7分ぐらいですね、蒸らして、まとめる感じですね。で、最後に、削りをですね、1
買い入れで合わせてくるんですけど、これね、和食屋実は中華丼僕の店で中村料理長もやってて、ね、すっげーうまくて、まあ、これいいなと思って丸パクリしました私。ありがとうございますというわけで、たけのこのじゃあ僕ね、買い付けだとか戻し方そのあたり話していきます。やっぱこれ10分かかっちゃうので、たけのこをまず買う際はですね、まあ、市場でね見るんですけど、このここがね多少なんだ乾いてないものがいいですね。で、あとタケノコの、まあ、これ妄想地区なんですけど、大体このぐらいの時期になると京都が出始めてるんですね。で、京都って言ってもいっぱい種類があってですね、まあ、京都のどこで採れたかとかっていうものによって多少値段が変わってるんですね。早いところだと、まあ、11月ぐらいから九州が出始めて、で北九州の福岡の、ね、大間のタケノコとか合う馬って書いてある大間のタケノコすごく美味しくて、煮るときに買うタケノコは大きい方が美味しいです。煮たりするときはもっとこの段ボールで大体2本に煮入りとかっていうのがあるんですけども、それだけでもキロ本当に7-8000円ぐらい高いんです。めちゃくちゃ高いです。これこのいっぱい入ってる、こういうのは、まあ今タケノコご飯とかこんなに使っちゃってるんですけども、まあまあお椀とかのタケノコだったらこういう大きさの方がいいですね。戻し方よく洗ってもらって、これまっすぐ伸びてるから、こういう風にね、曲がっているところに対して、こっちから包丁入れていきますね。で、ここに包丁を入れてあげます。で、たっぷりなお湯にですね、米のぬかと鷹の爪、を入れて、火にかけて戻していくんですけれども、大体物にして40分から1時間ぐらいかな。でボイルしていきます。でボイルし終わったら一回常温に止めておいてですね、すぐに水さらしちゃうとタケノコって硬くなっちゃったりとかね、アクが戻っちゃったりするので、アクをこう要するに抜きたいだけなんです。で、その際のポイントとして、米のねぬかとかは結構たっぷりめにいっちゃっていいかって入れてやってると思う。で、ある程度常温に戻してタケノコのアクが抜けたらですね、水にさらしてしっかりときれいに中も全部掃除していくんですけども、イメージ的に煮る時のタケノコってやっぱ大きい方が美味しくて、でその軸の部分とかに何かこう本当ね、カツオの一番だしとかで、まあまあ2番でもいいんですけど、自分は僕はね一番だしで炊いて大体今14杯とか15杯とか16杯ぐらい、まあ、煮るんだったらもう16杯ぐらいで薄い方がいいね。タケノコ味すごい濃いんで、だしっていうか調味料をね中に入れすぎちゃうと風味飛んじゃうんで、タケノコを煮る際にはその風味を、ね、大事にするように、炊いていってあげることが重要ですね。ここ沸騰してきました。沸騰してきたらですね、弱火にします。まあ、弱火にしたあと12分かかって、これね、白いご飯だけでも何でも一緒なんで、別に土鍋じゃなくても何でもできる。普通に家で、あ、ちょっとご飯食べたいなって思った時に何でも大丈夫だって何でも炊けます。蓋があればね。お、沸いた沸いた。美味しそうだね。香りがいいですね。例えばね、ご家庭でやる際とかだと、やっぱり今みたいなね、なんかこうプロ向けの話してもしょうがないんで、ご家庭でやる際とかスーパーとかに例えばタケノコの水煮とか出てるじゃないですか。で、ああいうものをもし使うんであれば、あれはあのまま一回鍋に入れていただいて、水煮をそのまま鍋に入れて水ひたひたまでやって、一回火かけますね。で、火かけて中まで芯までちゃんと火を通したら、ボンザルとか、まあ、ザルに開けて水分を抜いてあげてください。で、水分が抜けたらですね、その戻したお出汁、水に、例えばちょっと本出汁だとかを加えて、タケノコの味が出たお水に本出汁を加えて、カツオ出汁を合わせて、みりんと薄口を切って、で、この水にタケノコをまた出汁に戻して、この含ませていただきます。含
ませる際は別にそんなもん何十分も炊くものじゃないので、例えばある程度もうポポ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 って沸かしちゃダメなんで、ポポ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 って言ってるぐらいで、ゆっくりの火入れしてることが重要です。で、ある程度、まあ、大きさにもよるんですけれども、まあ普通にスーパーで売ってるぐらいのサイズだったら、大体このぐらいの大きさのやつ、普通に水に入れてたらね、もう少しくですね。で、だったら10分間、15分間ぐらい少し火にかけて、だしの中に火にかけて、含ませていったら、もう止めちゃってですね、でそのまま転がしていくんです。で、その火止めた後にこう味が入ってくるんですけど、火かけてる時って表面とかには味が乗るんですけども、こう中心の方には入っていかないんですね。これ冷めてる時に味ってこう素材の中に入っていくんです。だから例えば大根炊いたりとかでも下にしますよね。でその後に、お醤油だとかなんとか味切って火に止めて一晩寝かせるってことするじゃないですか。あれ一晩寝かせるってすごい重要。こう冷めてる時にこう味が入って、中心に味が入っていくので、一晩味を中心の中に染み込ませて、次の日も火にかけて温めて使うとかっていうことにすると、ちゃんと味が入ってます。でイメージにその長く炊けば味が入るっていうのではなくて、中心に感じで味を入れるんだったら、ある程度火にかけて素材から味を抽出したら、そこに調味液を加え、火から下ろして、1日に冷凍庫で保存する。でそうすると次の日にはもう味がちゃんと入ってくるというような感じですね。でポイントとしては冷める時に味が入ってくると思いますね。素材の中に根菜類なら特にそう、根菜炊くときはそういうことです。まあ、もそれもちょっと面倒くさいなと思うんだったら、普通に水に切って大量パッパッパッパって小額に切って、合わせた水12杯に竹の薄口とみりんを1杯ずつ同じ杯数ずつ入れて、で切った竹の子を放り込んで、でそこで軽く人が見たりさせて、でそれを一回冷まして、冷たく冷まして炊き込みご飯の中に入れてみる。ご飯の配数と同じ分だけ、その炊いただしでやってあげればもうそれよりも美味しいと思います。いやー、いい感じでブクブクブクいってますね。熱いなこれ。コウキ、はい、ついにチャンネル登録者数1000人超えました。ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録一昨日ぐらいかな、昨日だっけ、一昨日だっけ、1000人超えて、もうその上げた天津屋さんの天津丼を上げた時の動画にもコメントで、随一の様からいただいておめでとうございます。嬉しい。本当に2ヶ月ぐらいだった。最初なんかもさ、2、3人でさ再生回数10回とか誰も見てねえなこれ。もうこんなもちょっとやってけんのかな本当にと思ったんだけど、まあまあ少しずつですね、いただけたらいいと思います。まあ、うちのもちろん従業員ね、みんなも見てくれて、安井さんとっても分かりやすかったんですけど、さっきもね、今日髪の毛のスタッフに言われて、のりおくん、ありがとう。寺田くん、もっと勉強して。これも結構、あと5分で、あと12分なんだけど、こうきくんの動画何やりたい？じゃあ、今度ね、こうきくんの長大動画は、僕が一番得意なお料理してもらいましょうか。それを私が試食すると、逆のパターンで一番得意な俺は何？得意じゃない？困ります。はい、12分炊けましたか？今一回開けますね。で蓋、火止めました。蓋変えますね。ここからだいたい6分ぐらいですね、蒸らしの時間で蒸らしです。いやー、いい香りだ。この中に入りたい。誰も突っ込んでくれる人がいないし、コウキ君も笑ってくれないんですよ本当にね。本当にしかもすいませんって言われたら悲しくなってきました。では6分後まで、バイバーイ。
はい、今ちょうど6分経ちました。いきますよ、ドーンで、粉がつお、たっぷりね削っていただいて、たっぷりの粉がつお、で変わり目に木の芽をね壊し合って、でっかい蓋を閉めて、で火にかけて、はい、これでも OK です。できました、ドン。うー、竹のご飯超うまそう。下からこうくりかき混ぜてあげて、やっぱこのくらいコロコロって切ってあげるとすごくタケノコ差が出ていいかなと思います。これ、ね、ご飯をする時のね、僕結構こだわりがあって、真ん中をねちょっと気持ち 高く持ってあげるんですね。そうすると品よく盛り付けることができるかなと。こんな感じで周りのこの辺はねちょっとこう余白があって、で上だけこうこんもりさせるとちょっと品があっていいかなって思ってます。まあ、かつお節が好きな方はね、またさらにここにかつお節かけても美味しいと思いますし、とりあえず今日はねこのような形で、たけのこご飯完成です。いただきます。めっちゃうまっ。ああ、もう品があって、タケノコのポリポリっていう食感と、ちょっと焦げが香りと、これ僕ねご飯はね高知県の日の光っていう品種使ってるんですね。これ特徴的にちょっと粒が小さいのとですね、まあ、粘り気がねそんなにねないので、炊き込みご飯なのでやっぱりこうお出汁のお料理ですから、 あまりにお米同士が甘くくっつきすぎちゃうんです。ちょっとこう出汁料理としては変わってきてしまうなと思ってて、なのであえてまあこのご飯を使わせてもらっているんですけど、ポイントとしてはもちろんちゃんと吸水させること、これ10分以上吸水させればもうそれ以上ね水分吸わないので、ちゃんと吸水させることっていうのと、タケノコを炊いたお出汁で一緒に炊いてあげることでですね、よりお米一粒一粒すべてにですね、タケノコのうまみと香りがですね乗っかった状態になってますね。であとはですね、もし削り種の削り節がないっていう場合だと別に何でもいいんで、花がつおのかつお節をバッとこうかけて、それをよく混ぜてね、最後にかつおのイノシン酸をしっかりと飲んでる。やっぱりもう僕ねやっぱこの季節には木の芽をねしっかりとあしらってあげて、山椒の香りを乗せると、まあ、このような、感じの今日のお料理の動画にしてまいりました。皆様のコメントをいただいてですね、たけのこ料理ということでしたので、今回はたけのこのご飯を作ってまいりました。次回もですね、まだまだコメントをいただいた中でできてない、お料理ございますので、まあ、こうきくんね、ちょっと今ね僕いなくなっちゃったんですけど、こうきくんのまかない動画とか、あと、まあ、私のまかないレシピは、まあ、第10回目もやりますし、まあまあちょっと楽しいですね。本当に皆様のコメント指示がですね、私たちのやる気にもなりますので、ぜひ今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。それでは本日はこの辺で動画を終わらせていただきます。本日もありがとうございました。チャンネル登録お願いします。